使うほど筋肉はやっぱり衰えません。はい、じゃあ背筋伸ばします。肩に力入れない、緊張すると肩に力入れますよね。肩力を抜いた状態でおへその下丹田にキュッと力を入れます。で背筋伸ばす、首伸ばす、そうそう、今いい姿勢ですね。で肩に絶対力入れてくださいね。その状態で息を吐きます。で歯の中から3、4、歯の間を通して息を吐いていきます。吐いて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 、はい、鼻から吸って、はい、止める、5、4、3、2、1、ゆっくり吐きま す, そうです。呼吸を整えるところからやるんですけど、今みたいな感じでやりますね。その時に肺がギュッとちっちゃくなってグッと大きくなるのをイメージしてください。息吐くところから3、4、肺がずっとちっちゃくちっちゃくなっていって空気がもう全部出す感じ、もう何もなくなります。はい、鼻から吸って、肺がぐーっと広がります。はい、止める、5、4、3、2、1、はい、ゆっくり吐いてください。リラックス。じゃあちょっと多めに吐いたり吸ったりしますよ。息吐くところからさっきの 1.5 倍吐きましょう。横隔膜をめっちゃ動かします。肺とお腹意識してください。お腹はぐっと締めたままです。息吐くところから3、4、吐いて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 、 1.5 倍もっと吐いて、もっと吐きます。もう出ないってとこまで吐いて、はい、もう吐き切ったって人は鼻からゆっくり吸って、はい、止める、5、4、3、2、1、はい、ゆっくり吐きます。だんだんと腹式呼吸になってきましたか。はい、じゃあ次小さいあーを言いますね。あまり声張り上げなくていいので息止めてのあと 吐くところであーってやりますね。息吐くところからいきますよ。3、4、もう一回吐きます。肺の空気全部出します。もう吐き切った、もう何もないってなったら鼻から吸って、はい、止める、ちっちゃいあ、1、2、あそうです。声の喉の調子大丈夫ですか。今ちょっと喉が痛いわっていう人はこれ以上大きい声出さないでくださいね。出せる人はもっと大きな声出しましょう。これ舞台劇で今度演劇鑑賞会であるんですけれども、小説もこの形なんですよ。で皆さんに役をお渡ししてそこをやってもらうという形で今日はやってみましょう。なのでその人になりきらないといけません。で、まずね、夜の来訪者どんな話かっていうのを、一回ちょっとその表紙に書いてあるところ見てください。プリーストリー作ってなってるんですけど、息もつかせぬ展開と最後に用意された大どんでん返し、何度も上演され映画化されたイギリスの劇作家プリーストーリー、プリーストーリー、ストーリーの代表作。舞台は裕福な実業家の家庭、娘のある、ごめんなさい、娘の婚約を祝う一家団らんの夜に警部と名乗る男が現れて、ある貧しい若い女性が自殺したことを告げ、全員がそのことに深く関わっていくことを暴いていくということで、これ1912年にイギリスで、書かれたものなんですが、その時代っていうのがちょうど第一次世界大戦の直前なので、話の中にも戦争が始まるかもしれないこんな時期にみたいなところがあるんですよ。で、そういうちょっと世の中自身がざわっとしてるような状態の時に、裕福な家庭の人とで貧しい若い女の人が死にましたっていう警部が現れるんですね。だからそれまでの舞台の中では、一家団らんっていうか、もうすごいきらびやかな衣装に、銀食器の、食事風景とかですごいこう金持ちの感じがすごい現れるところでね、皆さんが登場人物が出てきます。
でそこの説明が第 1幕って書いたところにある最初の部分なんですけれども、後でちょっとまあ読みますけれども、これね何が言いたいかっていうと、現代社会の歪みとか問題とか問いかけをされてるんですよ。でね、大どんでん返しがあって、すごく内容的には深く面白い話ですが、2回私読みました。で、2回目に読んだ時にね、すっごい社会問題の問いかけをされてるなという、強いなんかこの人の思いが伝わってきたんですよ。ただ単に面白いものだけではないなって言って、で最初に今日、やりましたね、十郎寺さんやりましたけれども、そこと共通するなというところがあって、これね階級の悲劇を言ってるんですよ。階級の悲劇、階級の悲劇がテーマだと思います。私が思う悲劇ですよ。皆さんはどう捉えるか分かんないですけど、2回読んで思ったのは、階級の悲劇をこの人は伝えたかったんだろうなという。でね、全体的にね、ドタバタがあってドキドキしたりとか、っていうようなところがあるんですが、それ以外の出来事として見るとすごい静かな悲しみです。ものすごい静かな悲しみがずっと漂ってるんですよ。でそこがね、この作品の面白さだなと思います。で元を正せば、その悲しみって何だろうって思うと、その階級の悲劇なんだけども、なんかその社会の歪みみたいな、なんか問いかけをずっとされてるような気がして、そこが私にとってはすごく面白かった。で、登場人物出てきます。で、バーリング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 って出てますが、これアーサーがお父さんで、54、5の裕福な工場主ってことで、資本主義社会の、まあ言うたらちょっと成功者ですね、社長なんですよ。でこれ、経営者なんですよね。経営者で、まあ、その、まあ、経営者ですね、まあ、ちょっとそのいろいろ言うとね、ネタバレになるから、まあ、言えなかったりするんですよ。でシビル・バーリングが奥さんです。ロッテンマイヤーみたいなね、ちょっと固い、おなんか嫌な お母さんです。ちょっと品があって、私たちは特別感がめっちゃあるんですけども、その妻はおよそ50歳、夫よりも社会的身分は上っていう書いてますけどね。で、お母さんはね、そういうイメージです。でね、読む時にはこれはじゃあ誰に役をさせるかなっていう芸能人みたいなのを合わせてもいいです。このアーサー・バーリンは中尾明かなとか分かるんです。誰かにこうイメージして、読んだ方がいいかもしれない。難しいのね、イメージしてください。でシビル・バーリングはその奥さん、次シーラ・バーリングっていうのが娘です。20代初めの女の子、若い子ですね。声で言うとカペタさんみたいな感じだと思うけど勝手に言う。もうね、でもね、位が高い娘だからプライドがあります。で言いたいこともきっちり言う感じの人でも、自分がちょっと責められた時には自分が悪いっていうことをすぐに認めたのはこの子です。だからすごく素直な、なんていうかな、私好きです、こういう人。裏がないというか、でこの人の旦那さん、ごめんなさい、その横は弟ですね。バーリング夫妻の息子のシーラで、大酒飲みで、あんまりよく出来の悪い息子がエリックって言います。でジェラルド・クロフトっていうのが、シーラの婚約者が出てきます。でこの人はバーリングと同業のクロフト社っていう、バーリング社っていうとクロフト社っていうのは同じような会社なんですよ。そこの人と結婚するので、まあ言うたらちょっと敵同士だったのに一緒になるんで、ここでまあ仲良くして一緒にこの事業をどんどん盛り上げていこうよみたいな感じになるんですよね。それでまあお祝いをしているという場面が最初です。で30歳ぐらいのこれ息子ですね。で、あとはエドナっていうね、メイドさんが出てきます。エドナはね、一つしかセリフないです。一番最後の「はい奥様」しかないんです。でもこれもう私はもう太田さんにしてもらおうと思って思ってますけどね。メイドが出てきますということで、一番最初はですね、幕ってとこに3幕とも連続してバーリング家の食堂で演じられる場所は、ミッドランド地方北部の工場都市、工業都市ブラムリー、1912年のある春の宵ということで、っていうのが設定としてあります。
で死んだ女の子っていうのがね、エヴァ・スミスっていうんですけども、デイジー・レッドで2つ名前を変えて出てくるんですけれども、その人が自殺したっていうのを、このグール警部っていうのが訪ねてきて、実はあの、まあ、この女性がね自殺したんですよって言ったら、それ誰みたいな感じになるんだけど、アーサーのお父さんがはって気づくんですね。でこの人経営者だけど、この従業員だったっていうことに気づきます。で賃上げしろって言って中心で言ったのがこのエヴァ・スミスで、そのエヴァ・スミスをクビにしたんです。ということでお父さんは、あ、私がクビにしたからちょっとこの女の人は自殺したのかもしれないみたいなところがあるんですね。そしたらグール警部が、いやいや、あの、ではその娘さんにね、今度そのクビになったから、仕事しばらくしてなかったんだけど、運よく、洋服屋さんで働けるようになりました。その洋服屋さんで働いてた時に、たった数ヶ月で辞めることになったんです。それはね、悪質なクレーマーがいたからなんですよっていうところで、この娘のシーラがハッとするんですよ。私クレーマーしたことがあるって、そのお店で、とても素敵なお店よね、私そこでねっていう思って、その人の写真を見せてって言って見せたら、まさに自分がクレームをした女の人だったんです。でそこをクビになってるんですよね。私もその時に、私もあなたがいたらこの店にもう来ないわって言って、上の人に言っちゃうんですよ。もうすごい悪いクレーム。でもそれはその従業員のその、自殺した人が悪いんじゃなくて、自分の機嫌が悪かったんですよ。で似合わないって服をね、お母さんとか言われたっていうことで、なんかもう何でもいいから当たり散らしたかったんですよね。その時にたまたまこの、エヴァ・スミスが従業員でいて、その人に当たってクビにしたんですね。でそれで、あ、シーラは私がそんなことをしたからこの人は自殺したのかもしれないとまた思います。そこで、ジェラルド・クロフトっていう婚約者がいるんですけど、なんかその時は、なんて女だみたいな顔してるんです、思ってるんですけど、で実はね、エヴァ・スミスっていうのは実はね、デイジー・レントンっていう名前で、名前を変えて、その後、心機一転で名前変えて生きようとしたんですよって言ったら、そのデイジー・レントンって言ったら、はっってするんですよ、その婚約者が。その婚約者の浮気相手だったりするんですね。でまあ吸ったもんだから、でその人も関わっていて捨てちゃうんです、結局そのデイジーを。だからジェラルド・クロフトも、俺のせいでこの女の子は自殺したのかもしれないって思うんです。でそしてもう何事って言って奥さんが入ってくるんですよ。シビル・バーリングっていう、そのロッテンマイヤーがで入ってくるんですけれども、そこで自分が、もうどこからも就職もできない、でちょっと夢を見させてくれたジェラルド・クロフトも振られてしまう。まあこれ貧富の差というか階級の差があるからね、一応お金を渡したりとかしてたんだけど、自分はどうしてもまあ結婚できないからって言って捨ててしまうんだけど、でそれでどうしようもなくなって、慈善団体のところに行って、私はこういう状況なんです、だから、私を助けてくださいという、そういう人たちを助ける団体のところに行くんですけど、その団体でトップっていうか、その主導権を持ってたのがこの奥さん、ロッテンマイヤーなんですよ。でその人がその一生懸命言ってくるんですね。デイジーが、私はお金がなくてこうやってこう苦労しています、実は妊娠してるんですって言うんですよ。で妊娠したのはその婚約者と別れた後なんですよね。だから、あ、僕じゃないってことに気づくんで、その婚約者はセーフと思うんですけど、妊娠してたし、そのなんか奥さんにとっては、じゃあ妊娠してるんだって、その旦那さんにあなた言いなさい、慈善団体に来る前にそういうところに言いなさいよって言って、その希望をポンって跳ねのけちゃうんですよ。だからそのお母さんもロッテンマイヤーも、あ、私があの時跳ねのけてしまったからこうなってしまったのかもしれないって思うわけですよ。ジェラルド・クロフトもみんなそうなんです。でその妊娠してたってことで、その妊娠相手に言いなさいよ、だいたいその人が責任取らないといけないのよって言って、その相手がエリックってこの男です、大酒飲みの息子だったという、全部がつながっていくんですよ。そしてこの一家全部、その婚約者も含めて全員がその自殺したという女の人と関わりがあるということがだんだん分かってくるんで、それをグール警部が巧みにそうやって誘導していて、全員に
罪があるというふうに持っていくっていうのがこの話の面白さだけど、そこからあとは言いません。どんでん返しが2回起こります。で、っていうことが2回あって話が終わって幕になりますので、面白いんです。で、その最後の方でね、どんでん返しはあるんだけど、最後にグール警部が話す言葉がね、ものすごく身にしみるんですね。ぐーっと胸にきますし、その後、実はまたもう一回そのグール警部はあんま言わない、いろいろまたあるんですけどとかとかなるところがいくつかあって終わりますけど、まあ、最後まで見てわかるのは、とにかくずっと階級の悲劇があるんですよ。上の人が下を虐げたとか、上の人が下の人に施さなかったとか、協力しなかったとか、捨てたとか、物として利用したとか、そういうふうなものばっかりが、最後に自殺に追い込んだんだっていうところで、みんなはこう傷を得るんですよね。で、そういうお話で、皆さんが今日は演じるというのが今日のテーマです。さあ、できるかな。じゃあ第一幕をまず読みますね。第一幕、さっき安井くんに私の読んでもらったから、熊崎さん、第一幕の郊外のから読んでもらっていいですか。第一幕、うん、郊外のかなり大きな家の食堂、ある成功した工場主の持ち家である、うん、食堂には当時の上等ながっしりした家具が置かれている。全体の趣はしっかりして重々しく居心地良さそうだが、こじんまりとした家庭的な雰囲気はない。マクガークとバーリング家の家族4人とジェラルドが食卓についている。アーサー・バーリングが一方の端、妻は他方の端に座り、エリックは舞台の前方、シーラとジェラルドは舞台の奥に座っている。駒使いのエドナがテーブルクロスをかけていない食卓の上からデザート用のメーメー皿やシャンパングラスなどを取り片付け、続いてその代わりにポートワインのデカンター、葉巻の箱、巻きタバコなどを並べている、うん、ありがとうございます。じゃあ次から私がこれ当たったらどう読むかなっていうのを考えながら、当たってない人は一旦ちょっと人のを聞いて考えてみましょう。じゃあ次、バーリングポートワインかねから入りますので、まず1回目なので、そんなにもう作り上げなくてもいいです。あ、こうしたらいいねんな。またこう他ので当てますので、いろいろな人に当てていきますので、私も当たったから二度と当たらないと思わないで、ね、次当たるで、ね。はい、じゃあ、バーリングからいきましょう。下村さん、ポートワインかねからいきますね。どうぞ。ポートワインかね、エドナ。そいつはいい。君はこのポートワインが気に入るはずだよ、ジェラルド。実はフィンチレーの話では、これは君の父上が彼の店から購入しているのと全く同じワインだそうだからね。ですよ。それじゃあきっとうまいでしょ親父はポートワインの名鑑定家を持って辞任してますからね。僕の方はポートワインのことをよく知っているとは申しませんけれど。もちろんそうだと思うわ、ジェラルド。あなたにポートワイン2になんかなってほしくないわ。私、あの赤ら顔のおじいちゃんみたいにね。おいおい、私は赤ら顔のおじいちゃんじゃないぞ。ええ、今のところはね。でもパパってポートワイン2じゃないわ、でしょ。さあさあシビル、今夜は少し飲まなくちゃいけないよ。特別のお祝いだからね。え、そうでしたもん、ママ私たちの健康を祝して乾杯してくださらなくっちゃ。はいはい、それじゃほんの少しだけね。ありがとう。もう結構よ、エドナ。コーヒーをいただくときには客間からベルを鳴らしますから。たぶん30分もしたらね。はい、奥様、うん、次も行きましょうか。次ね、はい、
ふむふむ、これは実にうまい、実にうまい。それにディナーもうまかったよ、シビル。料理人にそう言っといてくれ。とびきり上等でした。アーサー、そんなことおっしゃるもんじゃありませんわ。そうだね、まあいいじゃないか。私はジェラルドを家族の一員として考えてるんだから、きっとジェラルドの意義は唱えないと思うよ。さあさあ、ジェラルド、意義を唱えなさいよ、なさいよ。夢にも思いませんよ、そんなこと。それどころか僕は今やこの家族の一員だと主張したいですね。もう随分前から望んでいたんですからね。そうでしょね、そうでしょ。君だって知ってるはずですよ。もちろんこの子だって分かっていますよ。そうね、でも去年の一夏中は別よ。あの頃あなたちっとも遊びに来てくださらなかったわ。あなたに何かあったんじゃないかって心配したのよ、私。それはお話ししたでしょ。あの頃ずっと僕は工場でひどく忙しかったんですよ。それってあなたがおっしゃってることよね。あらシーラ、いじめるのはおよしなさい。結婚したらわかるでしょうけど、大事な仕事のある男の人はそのお仕事に時間と精力のすべてを割かなければならないことがあるんですよ。あなたもそれに慣れなくちゃいけないわ。母さんが慣れたみたいにね。私はきっと慣れないだろうと思うわ。だからあなた気をつけてちょうだいね。ああ、そうするよ、そうするよ。一体何がおかしいのよ。わからないよ、本当に。突然笑わずにはおれなくなったんだよ。ということですね、拍手してください。あと、イメージ的に誰にした？どんな感じ？いや、僕は、誰と言ってわからないんですけど、うんうん、別にそういうつもりじゃなく、あの僕はオタクなもので、うん、声優で考えたんで、声優の、うんうん、だから知ってもわからないと思う。ああ、なるほど。でもそういうイメージしたね。あのイメージして読むっていうのがすごい大事で、誰かをイメージして読んでください。そのシーラのね、若い女の子だけど、これ例えば AKB の人でも、そのアニメの人でも何でもいいんですけど、なんとなくイメージして読むといいと思いますかね。演劇だから言ったのを待っていうセリフないですよね。結構重ねて言ったりしますよね。そこをね、皆さん上手に、最初にね、あの笹岡さんがやってくれたのが、こう上からやってるの、みんなね真似してやってくれて、すごいいいですよ。ああそうするよ、そうするよって上から言ったりとか、もうその言葉にかぶせて言うとかね、いうのがあの演劇では面白いところなので、あんまりこのセリフを待って言わなくても大丈夫です。ちょっとあの自分の体裁が悪いところとか、ちょっと上から言ってね、まあ、黙らせるようなところがあったりしますよね。とかやっぱり、あとバーリングはもうちょっと全体的にゆっくりめでいいです。恰幅のいいおっさんなんですよね。でほほほってこうワイン飲みながら、なんかこう昔でいうとこのこうワイン回すような、ああいう感じ、なんかこういう感じのね、そういうイメージで言うと、もうちょっとゆっくりですね。全体的に声がみんな早かったかなっていうのが印象です。バーリングはもっとたっぷり余裕を持った感じで、ジェラルドはもう、若造ですよね。浮気もしてるし、あんまりそのいい人間とは思えないんだけども、ここにお嫁さんね、あのところに行ってるので、まあ言うたらちょっと、アウェイの人だけど、家族として一員に入れてほしいので、ペコペコしてますよね。だからそういう姑息な感じも少し入れると言うとおかしいけど、そういう人間像っていうので、ジェラルドが結構一番難しいかなと私は思うんですけど、あとシーラはもうとにかく可愛らしい、純な感じな中に、皆さんすごく可愛いのは可愛いけど、実はすごい芯が強くて、プライドもあるんですよ。だから強さも少し入れてほしいかなという感じですね。発表会、言葉の森選ばれし者の発表会です。いいですか？金沢先生言ってるけど、嘘にあってないで、嘘やくばっかり。いける、ちょっとね、みんなよーっとこう聞いててね、あのできたらね、ページ見ないで、あの当たってない人は見ないで、言葉で聞いて映像を楽しんでほしいですか。あ
もう今久保さんが頭を抱えとるけどね。はい、来ますよ。じゃあどうぞお願いします。ポートワインかね、エドナ。そいつはいい。君はこのポートワインが気に入るはずだよ、ジェラルド。実はフィンチレーの話では、これは君の父上が彼の店から購入しているのと全く同じワインだそうだからね。それじゃあきっとうまいでしょう。親父はポートワインの名鑑定家を持って辞任してますからね。僕の子はポートワインのことを少し知ってるとは申しませんけど。もちろんそうだと思うわ、ジェラルド。あなたにポートワイン通になんかなってほしくないわ、私。あの赤らがのおじいちゃんみたいに。おいおい、私は赤らがのおじいちゃんじゃないぞ。え、今のところはね。でもパパってポートワイン通じゃないわ、でしょ。さあさあシビル、今夜は少し飲まなきゃいけないよ。特別のお祝いだからね。え、そうですとも、ママ。私たちの健康を祝して乾杯してくださらなくちゃ。はいはい、それじゃほんの少しだけね。ありがとう。もう結構ですね、エドナ。コーヒーをいただくときには客間からベルを鳴らしますから、多分30分もしたらね。はい、奥様。これは実にうまい、実にうまい。それにディナーもうまかったよ、チビ。料理人にそう言っておいておくれ。とびきり上等でした。まあさ、そんなことおっしゃるもんじゃありませんわ。そうだね、まあいいじゃないか。私はジェラルドを家族の一員として考えてるんだから、きっとジェラルドも異議は取れないと思うよ。さあさあジェラルド、異議を唱えなさいよ。意味も思いませんよ、そんなこと。それどころか僕は今やこの家族の一員だと主張したいですね。もう随分前から望んでいたんですからね。そうでしょ、ね、そうでしょ、君だって知ってるはずですよ。もちろんこの子だって分かっていますよ。そうね、でも去年のひと夏中は別よ、別よ。あの頃あなたちっとも遊びに来てくださらなかったわ。あなたに何かあったんじゃないかって心配したのよ、私。それはお話ししたでしょ。あの頃ずっと僕は工場でひどく忙しかったんですよ。ええ、それってあなたがおっしゃってることよね。あら、シーラ、いじめるのはよしなさい。結婚したらわかるでしょうけど、大事な仕事のある男の人はそのお仕事に時間と精力のすべてを割かなければならないことがあるのですよ。あなたもそれに慣れなくちゃいけないわ。母さんが慣れたみたいに。私はきっと慣れないだろうと思うわ。だからあなた気をつけてちょうだいね。ああ、そうするよ、そうするよ。何よ一体、何がおかしいのよ。わからないよ、本当に。突然笑わずにおれなくなったんだよ。上手。もう時間だけど、もう一回やっていい？はい、じゃあ組んでいきましょう、どうぞ。ポートワインかね、エドナ。そいつはいい。君はこのポートワインが気に入るはずだよ、ジェラルド。実はフィンチレーの話では、これは君の父上が彼の店から購入しているのと全く同じワインだそうだからね。それじゃあきっとうまいでしょう。親父はポートワインの名鑑定家を持って辞任していますからね。僕の方はポートワインのことをよく知っているとは申しませんけれど。もちろんそうだと思うわ、ジェラルド。あなたにポートワイン通になんかなってほしくないわ、私。あの赤ら顔のおじいちゃんみたいにね。おいおい、私は赤ら顔おじいちゃんじゃないぞ。ええ、今のところはね。でもパパってポートワイン通じゃないわ。でしょ。さあさあシビル、今夜は少し飲まなくちゃいけないよ。特別なお祝いだからね。そうですとも、ママ。私たちの健康を祝して乾杯してくださらなくっちゃ。はいはい、それじゃあほんの少しだけね。ありがとう。もう結構ですよ、エズナ。コーヒーをいただくときには客間からベルを鳴らしますから、多分30分もしたらね。はい、奥様。これは
とびきり上等でした。アーサー、そんなことおっしゃるもんじゃありませんわ。そうだね。まあ、いいじゃないか。私はジェラルドを家族の一員として考えているんだから、きっとジェラルドも異議は途絶えないと思うよ。さあさあ、ジェラルド、異議を途絶えなさいよ。夢にも思いませんよ、そんなこと。それどころか、僕は今やこの家族の一員だと主張したいですね。もうずいぶん前から望んでいたんですからね。そうでしょ？ね、そうでしょ？君だって知ってるはずですよ。もちろんこの子だって分かっていますよ。そうね。でも去年の一夏中はですよ、あの頃あなたちっとも遊びに来てくださらなかったわ。あなたに何かあったんじゃないかって心配したのよ、私。それはお話ししたでしょう。あの頃ずっと僕は工場でひどく忙しかったんですよ。ええ、それってあなたがおっしゃっていることよね。あら、シーラ、いじめるのはおやめなさい。結婚したらわかるでしょうけど、大事の仕事のある男の人は、そのお仕事に時間と精力の捨て手を割かなければならないことがあるのですよ。あなたもそれに慣れなくちゃいけないわ。母さんが慣れたみたいにね。私はきっと慣れないだろうと思うわ。だからあなた気をつけてちょうだいね。ああ、そうするよ。そうするよ。何よ、一体何がおかしいのよ。わからないよ、本当に。突然笑わずには折れなくなったんだよ。難しいね、笑いを入れるって。本当難しいな。よかったですよ、すごくよかった。